2億作れない。いけると思います。今まで俺もずっと結果で黙らせてきたタイプだから、今度はバルハラ全体で結果で全部繰り返したいなって俺は思ってて、だらしないまま来てるから下にもそれが電線電波したっておかしな店になってる。どういうこと、電線したんすか。ふざけんじゃねえよ本当に。やヘラヘラしてんじゃねえよマジで。せいぜい年間1億のやつがうるせえんだよな。うるせえんだよな。お疲れ。ナオツズが今月6000万売れるそうなんだよね。この店の今平均って 1.2 億でしょ。これさ、今月で店舗売上年間ナンバー2取れない？今僕らが年間3位で、1位がユブドラシロ本店、2位がリゾン、大体9500万差ぐらい。これ今月で価値にかかりたいなと、どのぐらい意識高くやれるかなって聞いてみたいなって。どう代表全員どのぐらい。じゃあそしたら今幹部ラインに全員本数と売り上げ一回送ってほしいかな。1億7900万。うん、そこに、メンバーが加わるって感じで。これ右京の数字は、あ、入れてます。入れて1億7900。はい。で、まあメンバーが1500って仮定して1億9500ぐらい。これ右京はいくら仮定？25仮定です。うん、ワンチャン届くんじゃない？ユーフォンで。まあ俺も俺でまあ申し訳ないけど、あっちにはあっちでしてることは継続する予定だから、それとこっちは話別だから2億作れない。いや、いけると思います。バルハラのすごいところって個人プレーなのにしっかりした数字を持ってくるところだと思ってんの。でも今個人プレーを超えなきゃいけないタイミングに差し掛かってるなと思って、このメンバーが各々自分のできる数字上げて自分の役割果たしましただと勝てないと思うんだよね。今日集めた理由ってそこなの。今回ナオツズの売り上げをきっかけに店で一体となって進むこと。なんかやっぱショコダの時もさ、まあやってるけど俺は俺のペースでみたいな部分あったじゃん。今回は壊してほしい。ユーホン対バルハラ2ヶ月前にやって、先月ショコラ対バルハラやって、ね、まあ両方とも俺ら負けてるわけだけど、それに対して絶対みんな思うことがいっぱいあったと思うんだよね。フェアじゃねえなとか内心思ってた人もいると思うし、俺らって2ヶ月連続でそういう勝負事やってもさ、スタミナ持つじゃん。無理して打ってないし、きっちり打ってるから。でも、まあ、周りからしたらそういう評価って関係ないわけで、単純に勝負に2連続で負けてる店っていう風に思われてると思ってて、俺は自分が初めて代表を任された店で、みんながやりたいホスト像を体現できる店を作りたくて、それって甘いんじゃないとか、いろんな否定もあったけど押し切ってやってて、今まで俺もずっと結果で黙らせてきたタイプだから、今度はバルハラ全体で結果で全部繰り返したいなって俺は思ってて、一回ここで勝ってちゃんと全員の自信につなげたいかな。勝ってバルハラ一番にして表彰式迎えましょう。今度こそ負けたら次はねえと思ってください。はい、はい、今日一回あと俺に貸してくんない？このメンバー。わかります。うん、なんかもうちょっとほじってみたい。じゃあ僕先出ちゃいます。あ、現場で。おっ。じゃあお疲れっす。お疲れっす。今月マジで頑張ろうぜ。せっかく集まったから質疑して帰りましょう。聞きたいことない？何でもいいよ。仕事のことでも何でも。何のきなり？お前ほんと変わらんな。あんまそのお店にどうやって興味持ってばいいかわかんない。まさきときなりに関しては違うと思う。俺嫌いで言うんじゃないけど、その興味がないのはまだわかんない。じゃなくて、そのショコラの嫌だった時をバルハラにまで引き継いじゃって、けどそのままずるずる引きずって、でも役職だけはただ残ってて、だ危機感とか緊張感が全くないんよ。特にバルハラさんはうちからキャストが行ったりもしたんで、
まあうちで言ったらまさきとかひなり結構この中軸が行ってしまって、まあ、僕も、まあ、気持ちよくないところがあったんで。だから2人は絶対役職持ってるし売れるはずの見た目雰囲気持ってるのにだらしないまま来てるから下にもそれが伝染伝播しちゃっておかしな店になってるっていうそこになっちゃってるのよ悪い意味で。誰か伝染したんですか。いやもうそれが気づいてない時点で役職者失敗なんよ。こっち側は多分気づいてると思う。そっち側にいるけどハートとかレネも若干それは気づいてると思う。うん、だって仕事なんの、職業なんの、職人なんの。だから俺は金使われるの悪いけど、言い方すごい悪いけど頭一つ抜けちゃう。あなたは相手にも喋らせなさい。本当に大丈夫、座ってる。じゃあ正木にも、分かってくれると思うね。もう話すのいいやって思われたら会話に並んで、山崎好きに喋って。なんか喋りたいこと言ってました。人の気持ちには限界はありません。そして人の気持ちを熱くできるのは自分の気持ちがそれ以上に熱い人だけですよって話をしたいのね。なおつずが今言いたかったのは、俺は何よりも店と仲間を仕事を愛してるからその気持ちで生きたことがある、そういった人が俺を選んでくれたんだって言いたいんだ。うん、愛してないわけではないもんね。別に他の店行きたいかっていうとまだそんなこと別に頭の中にはないわけでしょ。うん、じゃあ右京が本気で困って本気で悩んでる時ってどうしてあげる感じなの、みんなは。右京さんが悩んでる時なくないですか。え、同じ意見今の。見ないです。あ、分かったわ。あ、みんな右京好きだもんね。右京本当は全部嫌なんで、そこらに負けんのも、ユグホンに負けんのも。そもそも世界で一番負けっていう言葉が嫌いで、フェアじゃなくても俺は強いって思ってんで、右京ってね。なんで俺この状況作ってたのって、あいつがそれでも勝ちたいってみんなに心の底から伝えるのを待ってたからなのね。本当は一番望んどるで、俺の店が一番だって。右京のためにと、どっちピンとくんの。まあ右京さんのためにの方がですね、してもらったことがでかいんで。店というより右京さんがいるっていう理由だけで、まあ、右京さんのために。うん、ね、ずっと待ってる。本当は面白くないと思う、俺にあーだこだ要求されて。でも彼は一度も君たちの能力が問題がある、人格が問題あるって言い方を俺にしてこなかった。誰よりも一番欲しい、あいつがずっと表情変えずにそれを言ってきたのね。あいつ表情変えないとき嘘ついてるときだから。 OK、 うん。会議中に結構やっぱ内心どう思ってたのかな。まあなんか結構、まあ、言われましたけど、1言ったら100で返ってきそうなんでちょっと僕で止めました。すごい大人すぎません。一つなんか言われたこととしては、下の子たちにあの伝染するみたいなその態度がぐらいの感じで言われたんですけど、誰々も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 思ってるよみたいな。多分その誰々にいちいち僕が伝染してたって確認はしてないんですけど、まあそういうことによってちょっと言葉の自信のなさが裏にあるなとか思いながら聞いてましたね。本人はそう思ってるけど周りはどう思ってるか本当は分かってないけど、ちょっと周りを味方につけてる風の立ち回りやなっていう感じしましたね。さっき会議で生徒さんがこう名指しでされてたと思いました、はい、まさきさんと、はいはいはい、それに対しても率直にどう思ったか。まあ言われてなんか別に軸はなかったんですけど、まあそういう風に周りが感じてたんなら、まあそうだったのかなみたいな。本音はなんか指摘される内容よりもなんか誰に言われるかでなんかすごい引っかかってて、なんか七津さんに言われたからあんまり腑に落ちなかった部分もありますかね、正直。やっぱまあ今月多分調子いいじゃないですか。なんかこう調子いい時にこうめっちゃガンガン言うんですよね、七津さんって。
調子悪い時はなんか全然そうじゃないから、なんかそんな時にな別に言われても、まあ、特にそんなに響かないのは正直思ってはいました。なんかもう3ヶ月連続ぐらいでバトルバトルバトルですね。そうですね、なんか気づいたらバトルごとに巻き込まれてます。なんかこう従業員から不満とかってのは出ないんですか？いや不満はみんな結構大人なんで言ってこないですけど、まあしんどいんじゃないですか、女の子の気持ちとかも考えた時に。確かに自分がプレイヤーとして店としてちゃんとしなきゃって思った時に、何が自分をそうさせたかなって思ったら、別に説教してくる先輩でも何か教えてくれる人でもなくて、ただただこの人に負けて悔しいなとか惨めな評価を受けてこのままの自分じゃ嫌だなって思ったのが全部の原因だったんですよ。だから自由にして放置してこの店やってらんねえよって思った人が売り上げ上がる。だからレネとかカルマとかナオクズが上がってるのかな。数字と自由主義でストレスを溜めさせようっていう考えだから。それの例としてナオツズが俺に不満言ってきてるんで、はいはい、言ったら目的達成なんですよ。で結局このナオツズがもっと売ったりして周りからヘイトを買ってくれると周りがもっと成長するんで。誤算だったのは思ったよりみんなが大人でイライラしたりの感情が店の中に少ない。みんな俺が多分尖ったこと言ってもまあこういう意図かみたいな感じで汲み取られちゃうから、だからなんか変な悩みです。ちょっと子供っぽいやつがもうちょっといないと、うんうん、ちょっと変なやつ入ってきてほしいです。どう、バルハラは店で聞いた感じだと、まあ、平常時と変わんない感じです。店の売り上げ、まあ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 、ここからだから今月は、うん、ただまあ思ってる以上に足引っ張る組は出るかもね、この空気感のままだと。まあ、はっきり言っちゃえば今月ってチートじゃん、はい、うん、絶対に乗れる波が来てるのにそれを目の前でスルーする人間がいるから、乗り遅れる人間が出るはずなんだよね。まあ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 、右京がいいならいいんだけど、右京のためにいいかっていうとちょっと違うとは俺は思ってる。関係ないもんな。関係なくないっす、僕もバルハラの一員なんで関係ない。バルハラの負けはお前の負けやで。そういうことっすよ。じゃなきゃバルハラって看板必要なかったはずやで。いや飯行きたかったんですけど、さっきの。ふざけんね。ふざけたこと言ってんじゃねえ。そうやって、はい、うだ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 自分の番じゃねえ、自信がねえからまだいいやって、自信のねえふりずっとしてっからそうなんだよ。そういうことっすか。ああ確かに。ああシャキッとしろや。お前は別にやりたくないわけじゃなくて、はい、できないときはやらないふりしてるだけだ。ああ失礼します。お前ら兄弟さ、俺見てさ、まさきときなりさ、はい、俺見ると最初の一言うわーなんだよね。うん、何が嫌なん。いやなんか、うん、何かしたことある。俺お前に、いや遺伝子レベルでうわーって言っちゃいます。でごめん、一応言っとくな、ここ俺の店だからな。うん、サラダラボー、サラダラボきたー、もう名物やんうちの。サラダラボ来てる。いおりと、たおつーさんと、みおさんです。あ、おきそう。よいしょ。そんな七瀬ゆりの会長のモノマネまで。そろそろ話を聞きたい八代みお会長のモノマネ。了解。よいしょ、七瀬ゆり明日からメンバー
けありがとうございます し、いやだからそれをじゃあ見せるんだったらその後輩の前で内勤詰めるとかも30分を見ただけで怒んないから、じゃなくて今月に対してとか昨日今日のことっておかしくないって。いや俺やめますわってやつ嫌いだからやめてよ。確かに普通に店やめていいよ。そうなんだ。ちょっとやめろよ。自分の伝えたいことがあるんだったらそれを相手に伝えるように言わないと、相手に伝わらない形で言ってもしょうがないでしょ。いや、この積み重ねがだからもうこうなってるのが悪くないです。悪いとか悪くないとかじゃなくて、その直津はかっこよくないって。俺あんな風にやたられたら普通にあいつのヘルプ一生つかねえよって思う。はい、お願いします。少なくともさっきなんかでかい声出したの謝って。それは謝る。じゃあそのあれは冷静になれなかったら申し訳ないです。そいや、みんなに謝ってほしい。いや、みんなごめん、それは本当にそれは謝る。ごめんなさい、詰めすぎ。直津、口調は違うよ。まあじゃあちょっと修練、今日は流れとか全部無視で直すからでいいよ。で、今さっきやかった内容を相手に伝えようっていうつもりで話してる。はい、お疲れ様です。えぇーす。先ほどね、今月前一番そうやるよ、おうちの女の子は。前提として女の子がその金額を使ってくださるっていうのを分かってると思うんだけど、まあ昨日挨拶行ってとかヘルプつける人はついてほしいっていう言い方を俺はしたと思う。それはグルちゃん見て分かると思うけど、そこに対してトイレも行きたいの我慢してるかもしんないし、次の飲み物がなくなって飲みたいけど頼めないみたいなのあるじゃん。そういう状態にもなってるのを気づいてない人はいなかったわけじゃないと思うの。私だけオンリーになってて、私何のためにお金使うんだろうなとか、
直津がここまで考えてて、私は勝手にお金使ってるだけかもしれないけど、やっぱりお店が関わってくるわけだし、こんなところにお金使われたくないよって言われた、言った女の子の気持ちとか、言われた俺の気持ちってじゃあ考えてるって話よね。うん。俺は絶対にキャストなんて正直どうでもいいんだよ。自分のことさえどうでもいいって思ってる。使ってくださる、通ってくださるいろんな女の子たちがそういう目に遭ってるかもしれないと思うのが嫌なの。女の子が無駄だ、無下だ、意味なかったのかもしれないと思わせんのが本当に嫌なの。会長は知ってる俺の性格、ぶっちゃけ。ああ、直津ってそういうやつだよなって思ってると思う。俺は八代美代とグループっていうのが好きだからいるんだ。みんなここに入ったから売れるって勘違いして、そういうことやらないでくれ、頼むから。ただ声を荒げたのは本当に申し訳なかった。それすみません。皆さん、お願いします。お疲れっす。直津が、さっきキャッシャーまでバーってやったのは確かに良くなかったけど、直津の言ってることは俺は正しいと思うよ。自分の女の子をそれだけ大事に思ってるからこういう言葉が出るわけで、そこまでの熱量って直津が言ってることが合ってるか間違ってるかとかそういう話じゃなくて、直津よりも自分の指名の子に今自分が熱量を持ててるかってところで、単純に自分と直津を今比較してみてほしいかな。俺は直津に負けてるかもって思った。その意見がどう合ってるとか間違ってるじゃなくて、直津から吸収できるものってめちゃくちゃいっぱいあるから、それを探してみてほしいかな。ちょっといろいろあったけど、ちょっと引き締まった気がするから、直津がその金額売ったことない人が多いかもしれないけど、ちょっと負担想像してあげて、みんなでちょっとフォローできる店というか、直津に限らず一人一人をフォローできる店を作りたいんで、今月は特にちょっと張り巡らせて、みんなで、お客さんもみんなが良かったねって言ってくれる2億の売り方をしましょう。右京はずっと待ってるよ、お前のこと。俺に売り上げが足んないだろね、こんなもんなはずがねえって言われても、いえ、みんな頑張ってます。この返事しか来なかった。ずっと待ってるよ、お前らのこと。そろそろ2億まで追いついてやるよ。 OK、 はい、それでお疲れ。はい、本日終了ミーティングお会いします。お疲れ様でした。じゃあちょっといい。はい、直津のことどう思う？一言で言うなら可愛いなって思ってます。あ、もうそこに至ってんの？全然嫌じゃないですよ。やりづらいなとかないの？成長過程だなって思ってて。なんでこの店ってできて1年じゃないですか、うん、で大体の人は入ったのがここ半年なんですね、うん、僕絆ってやっぱり時間がどうしてもかかると思うんですよ、深めるのに、うん、店の愛とか、うん、でこの店に圧倒的に足りないのって僕店へのみんなの結束だと思ってて、そこを右京の中では欲しいの？欲しいとは思うんですけど、作り出すってできないと思ってて、うん、どうやって育むかって考えてるんですよ、うん、実はガンだったのが直津だと僕は思ってるんですよ、うん、まあ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 、言い方は悪いですけど、その理由としては結構声を大にして、いや俺はイベントやんねえよとか今月売らねえよって言って言うんで、でもそれがユゴホンに勝てるかもってなってから、直津が自分が主役の月というか、それを多分一番体感してくれてるというか、直津が2億売りたいって多分一番思ってんだろうなって思って、積極的になってきた現れだと思っています。でこの店ってそう、美代さんが言った通り小利口なんですよ、うん、だから丸い喋りが得意なんで。そうだね、うまくやっちゃうね。全体的に同意しちゃうんですよ。熱くなった直津のトークってやっぱり人の心に火つける部分があるなと思うんで、うん、まあ、正直俺は直津と同じことを今ユグホンでやってるのね。結局さ、その壊さなきゃいけないんだよね。ただ一つ気になるのがやっぱり直津の右京への口調だからさ、あれをさ上にやることを当たり前にしてしまうと、右京にやってくる子は少なくても運営にする子が増えてしまうから、まあそこも含めて直津の成長も欲しいけど、まあ直津はああ見えて結構自分で修正してくるし、うん、俺への口の利き方はさっき熱くなってたからあれでしたけど、普段は全然ちゃんとしてます。彼はこの結果が出せるから、うん、俺はもうあんたの近くに行けるよって俺の名前連呼した時に本当にその名前で聞いてほしかったのは右京だと思うから。そうですね、うん、
ちょっと見方変えてあげるといいかもね。俺は上にも下にも見てないんですけどね、ずっと全員。逆に特別だと思えてないんだろうね。まあ意外と問題なさそうだね。なんかすごい絶妙だね、このお店。絶妙なバランスで統率できてはいるんですよ。わかる。いやでも直すのこと誰も嫌いじゃないっすよ、本当に。あ、わかるわかる。だ止めてないもん。まあでも多分右京はさ、やらせることより発育して自我を持ってきて、その子が引っ張る姿を見たいわけじゃん。まあ言ってる通り待ってますね。うん。ちょっと直すが、まあ自分のこともどうでもいいし、店のこともどうでもいいって言ってたんで、女の子のことがって言ってたんで、ちょっと似てない昔の距離言ってること。俺似てるなって思いました、うん、だからなんか直津の気持ちすごい痛いほど分かったんで、うん、まあちょっと俺が助けられることはやろうって俺は思いましたね、うん、正直今回の結構おとなしめな感じでした、うん、やっと俺の代わりにあれやってくれる人できたらラッキーって。こうなるとさ、逆じゃん。あれやった人間のフォローとかケアに入んなきゃいけないから、まあ一緒になって怒ってらんないよね。これで逃がしたらどうにもなんないぜかと思ったら、もうそれ言ってる人間いたから、あーここ違うなと思って。そんな感じ。本来は俺があれやる予定で会議組んでた。まあ何はともあれ、帰って寝ます。お疲れ。実は今月バルハラがユグホンを倒せるんじゃないかって。ユグホンってもうフリーツクループナンバーワン V 何ぐらいでしょ。33。33ヶ月連続ナンバーワン。それでは結果発表したいかなと思います。